どうも、レッキーブライブ、レッドインベローのフランネスです。今回もね、アスファルトライトやっていきましょう。傷ついてる感じのレースかっていいよ。なんか年季を感じる。
あるそういえばね、このメルセデスベンツ今ね、これ9個カップ持ってるんですけど、これを15個貯めればこれ無料でね、メルセデスベンツゲットできるんですよ。欲しいね、すごい欲しいわ。で、5分以内に走り切ればいいってわけだから、すごい簡単です。ほんと参加すればゲットできる感じです。明日なんだろう、まあアルプスサンディエゴ、なんだこれ、イギリスかな、ウェストミスターブリッジで、多分最後はドバイで、ここちょっと分かんないですよ、なんだろう。普通参加すればもういいんですけど、まあなんかこれ燃料が余ってるんで、使いましょう。18秒でゴールしてるわけ。5分は余裕なんだ。
今のあれかな、ビッグベンか、まあ、今はエリザベスタワーとかで。また事故った。ここむずいな。ここ事故るな。うわ、最悪だ。これ事故る。これ事故る。あー、終わった。くそー。予定もしなきゃ終わった。じゃあ次はマルチプレイだね。マルチプレイのコーナーだ。ちなみに俺これな。何がいいんだろう。とりあえず参照したいな、まずは。もう4時じゃん、やべえ。いや、これ最後にしますか。もう寝ます。やばいな、明日学校なのに。
すぐ入賞できた。じゃあ、これで切ります、ね。最後まで閲覧ありがとうございました。